7月1日土曜日午後5時50分の日本海は雨も止んで風もなくて、しかも決壊していると思っていたはずの川が決壊してないですね。大潮の関係だからかな。無風の中でこちらにはちょっといい感じのうねりが、ああ入ってますね、あそこに。テイクオフできるかもしれませんね。ちょっとやっぱりインサイドすぎるか。大潮で潮が低すぎたんですかね。川の水がこっちまで来ませんね。これはどうなんかな。気温は24度ぐらいです。風は全くありません。海にはいい感じのうねりは入ってきていますが、川は、道路は決壊してません。明日どうですかね。ははは、ユンボでここを切ったんですけどね、アウサギやカモがいますね。それと川の上がまたすごく幻想的になってます。さっきあの白いやつが、霧みたいなやつが橋を越えるぐらい広がってました。